このラウンド2の表舞台には全く出てこなかったが、開幕前から話題を集めていたのが2016チャンピオン斉藤大吾。開幕とともに B1 でも初めての車種となるニューマシンコルベットを投入。ベースは GT300 で使われていた GT3 マシン。ネジ1本にもこだわる徹底的な軽量化で、車重は1050キロ。トランスアクセルのためヒューランド製ミッションはリアに搭載。エンジンは V8 の LS7 を排気量アップし850馬力。 NA ならではのハイレスポンスが持ち味だ。ラウンド1では雨に苦しみながらもベスト16まで進出。しかしラウンド2ではまさかの予選敗退。昨年5勝した男とは思えない結果となった。出来たてのマシンとはいえ予想外に苦戦したお台場。一体何が起きていたのか。まあお台場とりあえず走れたかなっていう状態で、あの時点ではまだ課題がいっぱいあったんですけど、まあ、本当に走れるだけの状態だったんで、まあ30点くらいです。まあ、まずエンジンのセッティングがちょっとセンサーの相性が悪くて綺麗に取れない状態だったんで、全開しか吹けない、パーシャルが全く使えないような状態で、まあエンジンも止まっちゃったり、川端との追走の時も先行も後追いもエンジン止まっちゃったりしてたんで。ラウンド1での川端との追走でらしくないミス。実はこの時エンジンがストールしていたのだ。入れ替えの2本目でもエンジンが止まってそのまま壁へ。とても戦える状態ではなかったというのが分かる。足回りに関しても、まあ、自分の好きな感じの動きではなかったんで、思ったように動かせなかったです。あんまり硬い足っていうのは好きじゃないんですけど、まあ、かといってバネを柔らかくすると横のロールばっかり増えちゃって、結局トラクションはかかりにくいしコントロールしにくいままで、まあ、足のジオメトリーからショックから全部見直さないとなっていう状態でした。あとはまあブレーキなんかも、まあ、ちょっと時間がなかったせいもあるんですけど、後ろのキャリパーが1つしかつかなかったんで、フットブレーキは前のブレーキのみ、サイドブレーキは後ろのブレーキのみで、ブレーキもちょっと使いにくかったです。では筑波へ向けてどのようにアップデートしたのか。まあ、フロントは、まあ、ちょこちょこは変えてるんですけど、まあ、大きくはナックルと、スタビとサスペンション、ジャコ調の仕様を変えました。まあ、ショック自体はがっつり柔らかくなる方向に変えました。ほぼ軽自動車くらいの減衰になってます。まあ、どういうわけかよくわかんないんですけど、すごい動きにくかったんで、雨がすごく乗りにくくて、動いてることは動いてるんですけど、すごいゴツゴツした感じでした。まあ、ちょっと今後またどうなっていくかわかんないんですけど、とりあえずはこれで試してみます。まあ、なるべく足は動かしたいんですけど、バネ柔らかくしていくとやっぱり横のロールばっかり増えちゃって、ちょっと乗りにくくなってきちゃったんで、スタビをつけました。ナックルは、まあ、根本的に製品の問題で、走るたびにナットが緩んじゃうとか、そんな程度の話なんで、まあ、DTM レース、ドイツ、ヨーロッパ系のレースのハブをつくように作り直しました。よりアッカーマンが好みになるように計画も少し直してます。その新しいのを作るタイミングで、まあ、リアもフロントと同じようにショックは、仕様変更して、まあ、キャリパー1個しかついてなくてサイドブレーキのみだったんで、フットブレーキのブレーキをつけました。で、あとはマスタービーをつけて、メンバーのアームの取り付けの位置を、少し変更しました。今までがストロークするとバンプアウトになっちゃう
足だったんですけど、それをバンプしてもそんなにトーンが変化しないようにほぼゼロのまま上がっていくようになってます。ストロークしてアウトになっちゃう車は簡単にドリフトはしやすいんですけど、滑り出しやすかったりするんで、ただアクセルを踏んだ時とかにもう外に外に流れていっちゃう傾向になるんで、それは僕は嫌いかなっていう。ただあまりストロークしてインにすることもできるんですけど、そうすると動きがちょっとギクシャクしがちになるんで、オンオフでそれほど変化、ドリフトの姿勢が変化しないようにしてます。そもそもこのメンバー、お台場で苦戦したのは GT3 のメンバーに GT3 ではないナックルをつけちゃったんで、そうすると GT3 の足っていうよりはもうガチャガチャのめちゃくちゃな足になっちゃったんで、組み合わせが、それはこれでほぼ解決してます。あとはやっぱりそのアクセル入れた時の後ろの沈む沈まないっていうのはバネレートだけ、バネの硬さだけじゃないんで、アームの角度とかでも後ろがアクセルで沈みやすい足、沈みにくい足っていうのが設定できるんで、その辺ももう少しやっていきたいなとは思ってます。次戦つくば、このコルベットの本物の走りをぜひ見に来てください。